はい、こんにちは。ジークの近藤です。ジークの高木です。今日は大阪に来てます。はい、さあ何を狙いましょうか。大阪の夏といえばひじゃた。ひじゃた来てですね、もう高級魚です。やっとです。食べたいです。この時期来ましたね。はい、はい、食べたいです。はい、でおまけにね、ちょうどうちもそうですね、はい、竿を出しました。ベルザーという竿、こちらですね。あとね、今回は6種用のやつと、はい、一応まああとライトゲーム用のやつをね、うん、一応、はい、2タイプで一応遊んでみたいなと思います。はい、はい、じゃあボートへ乗って、うん、ちょっと風が出てるんで、まあ、もうちょっと日落ちたらね、はい、あの風も落ちると思うんで、うんうん、もうちょい釣りやすくはなると思うんで、はい、まあ、とりあえずひじゃた1匹出ればいいかなっていう感じかな。はい、はい、じゃあぜひとも頑張りましょう。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、まずは、はい、Fチェンジヘッドにシャド系のワームスね。そうですね、竿がベルザートの RF の78ですね。自分もね、シャド系ですね。Fチェンジヘッドの 14g に針はね、10をつけてます。でシャド系のワームにこれで探るんですけど、ベルザートのこれも RF の78、こちらで探ってみようと思います。船がこうアップダウンするもんで、うん、いつの間にかボトムについてる感じになっちゃう。これがあるね。思ったよりね、あのやっぱ岸沿いは浅いですね。で根があって途中ね、なんか藻かなんか海藻に当たるんですよ。それに全部合わせてます今魚じゃないんだけど、ポンっていうのがあって、イメージ的にはボトムから本当に50センチぐらい上げて、ちょっと浮かした感じで巻いてるんですけど、海藻か何か当たるんでしょうね。さっきまで14でやってて、まあそのままね、ボトムにどうしてもこう引っかかってしまったんで、ちょっとスイミングもうちょっと上を意識したいんで 7g のFチェンジヘッドに変えました。自分もさっきまで14、Fチェンジの14使ってましたけど、自分も7に変えて、14だとちょっとストーンって早く落ちてたんで、ね、7でちょっとふわふわで、うんうん、ちょっとボディが大きいのか。あ、ワームのサイズでかいのか。これ2.8とか。ああ、これ3.2だからね。お、来た。でも多分ガッシーかな。さすが。これボトム？ちょっと浮かしてた。浮かしてて？しかし、やっぱ 7g に変えて、ちょっと浮かしてたら、こう竿先がぐーって重くなったから。じゃあこのカサゴでしたね。でもやっぱ面白いね。元気ないいカサゴです。グラブケンジと変えます。だけどガッシーだと思う。ん？あ？俺は本当にガッシー。いやーガッシーだ。よいしょ。はい、ガッシーでしたね。ちょっとね、ホットケシュリンプというワームをFチェンジヘッドでつないで、ほっといたら釣れました。ボトムでした。もうちょっと浮かせなきゃいけないってことですね。竿の、ね、感度もいいんで、当たりがすぐ分かりました。はい、じゃあリリースします。ガッシーのサイズいいのね。ほい、おじゃんじゃん、ガッシーだと思う。え、ガッシーでしょ。ガッシーでした。うーん、違うんだよね。お、うん、俺もガッシーでした。ガッシーでした。今日使うタックルなんですけど、はい、はい、まあ、ついに満を持して、ね、ジークから発売ですね、はい、ベルザートシリーズ、はいはい、そのうちのロックフィッシュモデルと
まあ、ライトゲームモデルを用いてるんですけど、一応他のモデルは一応あるのが、あと昭和ジギがあって SLSJ があって、あとボート、そうです、ね、サバラゲームまであります ね、 そ、 すね、はい、まあ、そのうちの2つですね。そうですね、はい、で今回、まあ、ボートゲームで使う、うん、キジハタ用のサバ、そうですね、うん、はい、6一種の78 と、もう1個8点、はい、であとライトゲーム系の S の68と S の74、はい、この一応今日はこの4つ使って釣りする感じですよね、はい、まあ、特徴としては、うん、まあ、普通の6一種ロットとは違って、どっちかっていったらティップは結構入りますよと、うん、まあ、もちろんバットは6一種なんで、どうしても最初の突っ込み止めないといけないんで、あのバットは結構強めに作ってあるんですけど、はい、とにかくもうティップはもうちょっと、はい、こんな感じで入っちゃう、結構入りますよ。そうなんですよね、はい、でもこれぐらい入らないと弾いちゃうでしょ。そうなんですよ、あのどうしても、ね、シーバスみたいにあのルアーをズボッてこう吸い込むんじゃなくて、はい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 、ひったくってっていうやつなんで、うん、どうしても違和感がないような感じで入ってくんないと吐いちゃうでしょ。そう、吐いちゃうし、もうこのトンって当たった時に竿が硬いと竿がパンって弾いちゃうんで、それで乗らないんですよね。なるほどね。結構いい感じで食い込むけどバット曲がらないもんね。全然強いですよ、はい、だから最初の突っ込みは絶対強いんで、まあ、そこは止めないといけないんで、なるほどね、これぐらいのパワーにはしてあります、はい、まあ、自分がいつもあのどうしても軽いとこばっかり使っちゃうんで、はいはいはい、7g とかね、14g とかそういうとこばっかりなんで、うん、で一応8点の方も一応同じ仕様にはしてあります、はい、ただまあ、場所としてはどっちかといったら、まあ、ボートだったりとか、まあ、近場の堤防だったりとか、うん、そういうとこメインにしてて、で8点の方はこれはもう本当にG 層だったりとか沖の磯だ、沖磯だったりとか、うん、まあ、そういうところで使ってもらえる、まあ 堤防から、そうね、まあ、堤防でもちょっとね飛距離が欲しいよとか、うん、ちょっと重たいもの投げたいなという時なんかは8点使ってもらえると全然問題なく使えると思います、うん、はい、ライトゲームは一応今回この S ってね、はい、先端に頭に入ってるんで当然のことだから、これソリッドティップ、ね、はい、そうですね、これこういう感じで、うん、でもかなり細いです。ここからここまでがソリッドだね。そうですね、はい、でティップだけめちゃくちゃ入ってバットしっかりしてますよって感じで、ね、結構強いですよこれ。強いね、うん、僕もこの前尺味とかあと40のカマスとかこれで、まあ元々ね、はい、なんかどっちかって言ったら大きい味を釣りたいねって言って作ってる竿なんで、ただティップはかなりあの繊細に作ってあるんで使いやすいと思います。名前、はい、の方がでももうちょっともっとあれですね、多分バットもうちょい強くてシャープな感じがするかな、こっちの方が。そうだね、もちろん入るけど、はいはい、そこからだいぶねそうパワーがあるんで、どっちかって小さいミノーとかも使えちゃうし、まあ、ジグタンとプラキングってイメージで使えると一番面白いですよね、はい、こっちはどっちかって言ったら 7g とか 14g とか、またはもう21とか、はい、それぐらいの重さを使うときにはこっちやって、でもうちょっと軽いよっていうときはこっちのライトゲーム系のS68 と S の74、はい、この2本でやれれば、はい、うん、いいかなと思います。あー、もう変えてみるかな。ワームを変えてみよう、思いっきり。うん、ワームを変えてみよう、わかんねえから当たんねえしちょっともうクリアの明るみに変えてみました。沖の方が流れてる、沖に向かってガーって行ってる。フルチェンジヘッド 7g の針をシングルフックに変えて下張りにしてセットしてあるんですけど、思った以上に根掛かりしないというところが利点です。ゴミか、あ、ゴミじゃない、来た、来たけど、どう？全、うん、全然、よいしょ、お、来た来た来た、来た、来た、やっと来た、やっと来た、はい、やっとこさ、キジハタくんが連れてくれました。まあね、あの石沿いに投げてね、そのままこうホールさせてテトラの
ところを沖からずっとね落としながら攻めてたんですけど、モソっていう当たりがあって、最初何も引かなかったんでゴミかなと思ったぐらいモソっていう当たりでした。そんなモソでもね、巻いてきたらそのままねぐんぐんと引いてくれたんで、まあ力強い引きだったんですけど、とりあえずキジハタくん、まあカサゴの中になんかいたのかわからないけど、サイズがカサゴと同じぐらいなんですけど、とりあえず1匹釣れました。よかったです。今ね使ってるのが F チェンジヘッドの 7g にあのシングルフックにしてホットゲシュリンプをつけてます。ゆっくりねボトムからイメージ的には10センチから15センチぐらいをふわふわさせながら手前に持ってきて、その時にコンってもうモソですよね、モソっと食ってくれました。モソって今ね使ってるのはベルザードのこれ78なんですけど、まあバットパワーがねかなりあるんで、普通に巻いたらまあこのサイズだとねすぐに上がってきてしまうんですけど、まあ食い込みも良くて逆にバットも強かったんで、まあ貴重な一品を釣ることができました。何年かありがとうございます。じゃーん。もうちょっと大きくなってからまあお腹もパンパンなんで子供を持ってると思うんでリリースします。じゃあねー。首振りだけはっぽいけど、ほらやっぱそうだ、うん、首振りだけはカン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 、あ、ひじ旗だ、そうミニキジハタ。はい、やっと釣れました。めちゃめちゃ可愛いですよね。久々にここでこのタイプ釣れましたけど、でもまあ不思議はどっちだったら投げてちょっとやっぱ浮かして着底ちょい前ぐらいでやっぱコンって当たりましたね。今今使ったルアーが、エステンジヘッドの、7g かで、フックも10に交換してます。ロッドはベルザードのトップフィッシュの78です。水槽で立ったら可愛いですよ。今日ねキジハタ狙いということで、一番使うであろうジグヘッド、そうですね、はい、ジークから発売してますね、この F チェンジヘッド、こちらですねを使用していこうと思います。今回はね 7g、14g、21g、この3つ、あと本当は、ね、28もあるんですけど、多分水深の関係で多分21まで使うかなっていう感じですよ ね。おそらくやるのが多分 12、3メーターが多分メインとかに多分なってくると思うんで、まあ、そこから浅いところになると思うんで、7、ね、14がメインかな、はいはい。特徴なんですけど、まあ、前回もね話したようにフックがチェンジできますというところです。普通のジグヘッドというのがやっぱ鉛と針が一体成形になってるんですけど、これはね針がね外すことができる。でなぜ針が外すことができるかというのが利点があるかというと、ワームがねあのいろんなこうワームを使うと思うんですけど、スイミングのワームとかスロー系のワームとか、ね、シャットピンケールいろいろあると思うんですけど、ね、結局このボディのサイズによって ねあの重りのヘッドはいいんだけどどうしても針のサイズが合わな いっていうのは、ね、大体ねそういうユーザーさんの声が多くて、逆に言うとねこの F チェンジヘッド針をね全て変えることができま す、ね、ワームのサイズに合わせることによってこのヘッドはね全部同じヘッドで後ろのワームも針も変えることができるんで、その状況に合わせてね全部アレンジができるというところが特徴です。今回一応これ 14g なんですけど、僕これ今自分がもう変えてきたやつなんですけど、もともとは2番がついてるんですよ、はい、で今回これはもう今回キジハタやるということで 10、もう変えてあります、はい、僕フラットフィッシュ好きなんですけど、フラットフィッシュの場合ここにトリプルフックをつけたり、まあ、ロックフィッシュの場合はねこういう風にボールベアリングのブレードがつくと、まあ、そこもねいろいろアレンジしてね自分の思うようにやりたいように使えます、はい、使えるっていうのがこの F チェンジヘッドの特徴です、はい、あとここにあの溝があることでレンジキープをしやすく設定してありますんで、誰でもあの使い勝手がよく作ってあります。なんでぜひともねこちらの方で
皆さん使ってもらってね、ひじはた、僕は大門はた、あと赤はた、いろんなはたが、ね、いると思いますけど、青はたも増えてるんじゃないもんね、九州とかね、そう、山陰の方とか増えてきましたね、結構ね、いろんなね、はたがどんどん温暖化の影響なのか増えてるんでね、ぜひこの F チェンジヘッド、こちら使ってね、釣ってみてください。結構向こう入れると こっち側に来るんだよね、船が動いてるからだけど。キチャタだった。また今釣れましたけども、全く同じパターンですね。どっちかってあのテトラ際に投げて、で最初も浮かしてゆっくりカーブホールさせて途中で引っ掛けたんで、大きいカサゴかキチャタどっちかなと思ったけど、途中ちょっとだけ首振りって良かったからキチャタでしたね。全く同じリグで同じパターンで釣れました。まあちょっとね、だいぶ今日は厳しかったんで、まあ、それでもね、まあ、とりあえずキジハタサイズはともかく3本出すことができました。勝ってくれて、このデルザードがバンとぶち曲がるところを本当は見せたかったかなっていう感じでは思ってはいるんですが、まあ、とりあえずね、今日とりあえずはで、まあ、出せたから良かったかなっていうところです。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと渋かったですね、まあ、安定の、最近安定の渋さでしたねまあでもそれでもね、カサゴとキジハタは出てくれたんですけど、ちょっとサイズが ね見なかったですね。そうですね、まあ、大阪湾、まあ、おかっぱりではなくてね、まあ、またこれからなんでね、うんうん、ボートでね、いろいろとキジハタとかロックフィッシュゲーム楽しんでいただければなと思います、はい、今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。